ここは台湾のヤクザマンション、ヤクザの巣窟、三丁アルジュージェ。どうも、おはようございます。山林生活チャンネルの管理人、山林生活です。台湾は日本人の海外旅行先で上位の観光地です。そのため大抵中心地では日本語をよく耳にします。沖縄のちょっと先にある台湾。そんなわけで多くの日本人が滞在しています。台北駅のあたりに泊まるのが一般的でしょうか。しかしホテル代が結構高いんです。円安に物価高、感染症明けによる海外旅行者の増加、多くの観光客が台北に集まるもんだからホテル代が高騰しています。そのため中心地の宿に宿泊できず、淡水河を渡った三町のホテルに泊まっています。なんとなく足立区っぽい感じ、下町っぽい雰囲気があります。地価が安いからかホテル代も安いです。その割に中心地からそこまで離れていません。バスの使い勝手が良く、繁華街の C 面までは5分くらいで行けるんです。ちょっと治安が悪そうな雰囲気があるだけ。なんとなく足立区っぽい感じ。ちなみに宿泊しているホテル入り口には大人のおもちゃが売ってます。治安が悪いどころじゃない。ホテルっていうかほぼラブホ的なやつ。おそらく連れ込み宿の機能もあるのでしょうね。この辺りはそういったホテルがあるようです。こちらのホテルは名前がズバリラブホテル。全然隠すつもりがない。でもそんなラブホテル悪くないんです。やっぱり安いのが良いですよね。私が出せるホテル代はこの程度。早く一山当てて5つ星ホテルで過ごせるようになりたいです。このように三町はディープな雰囲気がある街なんです。そもそも三町はその昔、ヤクザの巣窟と言われていた地域だったようです。なんとなく足立区っぽい感じ。こちらは三町の中心にある心理公園です。街中にある普通の公園ではなく、ホームレスが多くいるようです。日本の公園や新宿駅のガード下で、ホームレスを見かけることがありますが、台湾も同じように駅前や公園などにホームレスが住み着いているようです。公園脇に捨てられた酒瓶、純米酒と書かれてありますが、こちらは売中です。アルコール度数は22度。台湾人は下戸が多いってことでしたが、明日の行く末を見失った人はバンコク共通で酒に溺れるようです。ちょうどこの辺りが三町の中心でしょうか。こちらはテンタイルーチャーというショッピングモールで、ゲームセンターが併設されています。このモールの裏側にヤクザの巣窟がありました。三町市順義南路29号にある通称三町アルジュージェ。建物名はワンダーフーダーシャー。1976年に建てられたビルで築50年ほど。築年数が古いのもあるのでしょうが、管理されていないからかだいぶ朽ちています。建築当初は商業マンションにする予定でしたが、請負い業者が倒産、それにより廃墟は放置されたままとなりました。その後も何度か店が入居するもうまくいかず、空き家が目立つようになりました。その結果、暴力団が集まるようになり、スラム街になっていったそうです。つまりここは台湾にあるヤクザマンション。日本にも歌舞伎町にヤクザマンションがあります。私はそこに住んでいたことがありますが、そこまでひどい事件はありませんでした。薬物常習者が暴れていたくらいあるにはある。でもここのマンションはもっとひどかったようです。ここでは傷害事件や麻薬事件が頻繁に起きており、台湾の空論城塞と呼ばれていたそうです。ただこの状況を憂い、行政がスラム排除に動きます。2016年に行政が改善対策を実行しました。一応スラム排除はされたようですが、まだまだ治安の改善はされていないようで、犯罪者や薬物の売人が出入りしているんだとか。人の気配はありませんが、重い空気が流れています。関西人が西成なんか行かへんっていうように、地元の人はここに近づかない場所です。建物の中は獣の糞の匂いがします。猫がいるのか、それともネズミの糞の匂いか、
結構きつめの匂いがして衛生的ではない感じ。最近になりイメージ払拭のためリノベーションを目指しているようですが、現段階で何も変わっていません。この界隈は少し殺伐とした感じがあります。昔の台湾っぽい、昔の台湾知らないけど。ごちゃごちゃとしていますが人間味のある街並み。まさに足立区っぽい感じ。三町にあったスラム街。それは行政の力により排除されました。でも日本と同じように表向き排除されただけで、現実は変わっていないのでしょう。三町にはヤクザがいて貧困者がまだいるようです。こちらはダートン市場です。ローカルの市場で地元の人しか来ないところ。都市部からさほど離れていないけれど、サンチョンは台湾の固有いところが味わえます。ちょっと治安が悪そうな空気感がありますが、昼間であれば多分大丈夫です。サンチョンは中国からの移民が住み出したそうですが、1950年以降は台湾南部から来た人が移住した場所だったんだとか。その当時は淡水河に橋がなかったのでしょう。近いのに遠い山頂は家賃が安かったんだとか。ちなみに南部からの移住者をベイピョウズーと呼ぶそうで、この辺りは多くのベイピョウズーが住んでいたそうです。それは今でも変わらずで、地価の安い山頂は上京者にとっては住み心地の良い場所でしょう。少し治安が悪い感じがあるけど気のせい。ヤクザもいなくなったし安全な街のはずです。かつては近くに死傷窟もあったそうですが、治安改善によりそれもなくなったそうです。いや、それはなくすべきではない。こちらはジュンギン南ルーの南側、ファンフン南ルーとの交差点です。台湾でも正方形の建物を豆腐ハウスと呼ぶようで、以前は四角い建物が軒を連ねていたそうです。その建物で行われていたことは売春で、この辺りは死傷窟だったようです。こちらにはコンジュン山頂ニーツンって施設があります。こちらには第二次世界大戦時に日本軍の公社法人地があったそうです。終戦後は中華民国空軍の宿舎に使われたんだとか。兵士の性欲管理は軍部の務め。山頂にあった死傷窟は台湾防衛に役立っていたのでしょうね。そもそも日本軍が死傷窟を誘致したっぽい。ヤクザがいたから死傷窟が成り立ったのでしょう。死傷の管理はヤクザの務め。しかしそれらの建物は15年前に取り壊されてしまいました。そして山頂にいたヤクザは排除されました。もうここには死傷窟はありません。でも人間の三大欲求である性欲、男の生きる意味でもある性への探求心、それはなくなりません。その欲望を満たしたいとき、台湾人はどうしているのでしょうか。でも安心してください。表向きは禁止されている台湾の性風俗店、現在は無店舗型に変わっているようです。ちょうど私はほぼラブホみたいなホテルに宿泊しています。つまりこれは利用すべきってことではないでしょうか。とりあえずインランオブジョイトイの三町では、第二の本店を残してから沖屋に行って女の子を選べばいいんですかね。ってことで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。